はい、皆さんこんにちは。今日は前回に引き続き Snow AI と DAW ということをテーマに、前回は DAW の方でモチーフを作って Snow AI のガチャで楽しむだけではなくって、自分のオリジナルな伴奏だったり、もしくはメロディーを入れたものを Snow AI のアップロードという機能を使って、それをモチーフにしてそこから展開するというようなお話をさせていただきました。今回はその逆ということです。これは今までも Snow AI でできたけど、もう少しボーカルを大きめにしたいとか、もしくはアレンジを加えてベースを他のものに切り替えたいとか、ドラムを入れ替えたいとか、そういうような要望があったと思うんですけれども、なかなか難しいのは、まずは出来上がってきた Snow AI の楽曲がテンポが揺らいでいたり、途中から速くなったりすると大変ですよね。今回皆さんにお見せするのはスタジオ1の7、ほんの2日前ぐらいに発表になった最新のスタジオ1を使って全部解決できるという方法を皆さんと共有したいと思います。では前回に作った楽曲をこのスタジオ1のトラックに入れていきましょう。はい、ここにあるミックスダウン WAV というファイルが Snow AI で作った楽曲です。前回の解説動画で作ったファイルです。これをスタジオ1にドラッグ&ドロップで入れていきましょう。はい、このように入れたら、今まででしたらまずはこのように大きくしてですね、ちゃんと先頭が合ってるかとかいうようなことを見て動かさないといけないでした。例えば今見るとですね、ちょっとずつ遅れています。はい、3小節目の頭、ここも少し遅れが生じています。これはどうしたらいいんでしょうか。まず少し後ろに下げておきます。そしてこのファイルを右クリックしまして、オーディオというところからテンポをトラックに抽出というようなことをやってください。そうするとテンポトラックにテンポが抽出されます。はい、しばらく待ちますが、ここはショートカットさせていただきます。はい、テンポを抽出しました。今回は120で一定になっています。最後までずっと120です。でももしテンポが途中で速くなったり遅くなったりしていたら、このような形でですね、自動的にこれを検出するようになります。ちょっと戻します。このように一発で合うんです。そしてもう一つ便利な機能がこのテンポ検出についているんです。はい、今分かりにくいですけれども、大きくするとですね、この白いラインを先頭に持ってくるといいよというようなガイドラインが出てくれるようになっています。これを上のグリッドにスナップのこれをですね、外してこの白い線を2小節目の頭に合わすということです。このようにどこが1拍目のダウンビートかということがちゃんとわかるようになっているんです。ですからこれでちゃんと合わすとですね、もうあとはすべて合うようになっています。はい、このようにちゃんと入っています。もっと後ろも見てみましょう。今90小節ですけれども、ここでもきっちり合っています。合ってるかどうかというのは、通常はメトロノームをオンにして聞くといいでしょう。はい、いいですね。後ろでも聞きます。はい、バッチリ合っています。このようなテンポ検出機能というのが、多分今日現代の DAW としてはかなり画期的な機能と言えるでしょう。じゃあ次のお話に行きます。ここまでできたら、今回の新機能に
ステムを分離するという機能があります。ちょっとそれをやってみましょう。リージョンを右クリックします。そしてステムを分割というここにコントロール U のショートカットでこういうのがあります。はい。ボーカル、ドラム、ベース、その他の4つに分かれるというふうになります。OK を押します。これには少し時間がかかります。この時間はパソコンの能力、それに大きく比例しますので、僕のパソコンはちょっと非力なんで時間がかかると思います。ここの部分もショートカットさせていただきます。今時間は17分とか大きな時間になっていますが、そんなにもかからないです。多分皆さん数分以内でできるんではないでしょうか。はい、ステムが分解されました。ステムが分解されると元のファイルはグレーアウトして、いわゆるミュート状態になります。その次のトラックにステムの親トラックができまして、その中に子供のトラックがあるというような関係になります。わかりやすいように色を変えておきましょう。はい、このようになりました。ちょっと聞いてみましょう。例えばドラム。はい、クリックを消します。はい、このようになっています。ベースちょっと見た目も小さいですので、ボリュームを少し上げておきます。皆さんに聞いてもらいやすいようにです。はい、こんな感じです。その他。はい、このようになるわけです。やってみたところ、完璧というふうには思いません。ロジックの分離の方がちょっと優秀かなというふうに僕は感じました。僕はロジックプロは持っていないんですけれども、ロジックプロの iPad 版ですね。それは使っているので、やってみたところ、ちょっとロジックが勝ってるかなというふうに正直思いました。まあでもこのようにステムの分離ができるわけです。まあ念のためにボーカルも聞いておきましょう。クセチョーはくるくる。誰もが変身する。はい、ボーカルにはハイハットのような音が若干入っていました。でもこのように分離ができるということです。じゃあ3つ目のスタジオワンらしいメリットというのをお話しします。スタジオワンのコードトラックというのはいろいろある DAW の中でも優秀ですし、かなり早い時期から搭載されました。コードトラックを出します。このようにしまして、例えばコードの基本になりそうなその他というのと、そしてベースですね。この2つをこのように選択しまして、これをコードトラックに引き上げます。はい。このようにコードトラックに抽出ができました。ちょっと大きくして見てみましょう。こんな感じにコードが入っています。じゃあ、ここから本格的にアレンジを加えていきましょう。まずはドラムを入れ替えるために、ドラムはミュートにしておきます。そして、UJAM のドラムを入れたいと思います。UJAM にはビートメーカーという便利なドラムツールがありまして、このアイドルというのを入れてみます。はい、今日はアイドルの話をするんではないですので、簡単にだけ説明をします。ラッチというボタンを押してですね、
どれかの鍵盤を押すと音が鳴ります。はい、いい感じですね。もうちょっとクラップが入っている方がいいですので、スタイルを変えます。はい、合うかどうか分かりませんが、分かりやすいようにちょっと派手な感じで、先ほどとは違うこの音を入れましょう。ラッチを切ります。そうしまして、ここにある鍵盤の上側をドラッグ&ドロップします。今このラーの音でいいなというふうに決めましたので、ラーの音の上側をドラッグ&ドロップします。はい、まずは適当な場所に置けばいいと思います。そして正確な位置に入れましょう。はい、この折りはちゃんと小節に合う方がいいですので、ここでスナップをオンにします。そして合わします。このようにしまして、複製をします。全体が見えるようにしますね。この部品を複製するのには、スタジオワンの場合は D のキーを押す、いわゆるディプリケートということですね。そうすると複製ができます。本来はフィルとかを入れたらいいんですけれども、今日はこのビートメーカーの説明ではないですので、そこは簡素にワンパターンで入れました。例えばこれをソロにします。弾いてみて、例えば今ここにバスドラムという風になっています。このドの音を押すとここがバスドラムになりますし、ハイハットを変えたいときはハイハットをこう押すとここがハイハットということに変わります。バスドラムをもうちょっと強くします。そしてハイハット、これも刻みを強くします。ハイハット2も強くします。あとはクラップを大きめにしておきます。まあ、このように一つ一つ音を変えることもできますし、ちょっとドラムキットも変えてみましょう。はい、こんな感じに音色も変えることができます。今日のところはこの曲に合うか合わないかということはご勘弁ください。じゃあこれでドラムが入りました。こちらのドラムをミュートにして、そして他は活かせます。この状態で聞いてみましょう。ドラムが入れ替わった状態です。変わった感じになりましたね。はい、次にやることはベースを入れ替えたいと思います。ベースにはコード感というのが必要ですから、ここにまずベースを入れますが、ちょっとこれも変わったようにスラップのベースを入れたいと思います。ここに VB スラップというのがありますので、これをインサートします。はい、どんなのがいいか、またラッチを押して探してみましょう。はい、こんな感じがいいですので、バリエーションを見てみましょう。はい、これも派手ですので、分かりやすいのでこれに入れ替えてみましょう。ラッチを切ります。そうしまして、今度はどうするかというと、ちょっとこの画面は閉じておきます。そして
上のこのコードトラックですね、これを選択しまして下の VB スラップのトラックに下ろしてきます。はい、そうするとここに和音が入りました。和音を入れるときに一つ注意する点があります。 VB スラップもコードを入れるときは C3 からの2オクターブ半ここに入れるという約束がありますので、まあ今ちゃんと入っていると思うんですけれども、それをするときにはこのコードトラックを押しますとここにオクターブというのがあります。入れたいのは3です。その3にプラス2をした値、今は5ですね。これで3の領域ぐらいのところに入ります。本当に入っているかミディを確かめてみましょう。はい、こんな感じになっています。 C3 より上、ここ赤いキースイッチがあるんですけれども、すべてキースイッチより上にありますよね。ここわかりますか？ここがキースイッチです。そしてそれより上にあるのでですね、これで大丈夫です。ですからこれで下に入ってきたりするような場合は、先ほどの5という数字を6とかいう風にして入れるといいでしょう。ではスラップベースが入りましたので、上にあった元々のベースはミュートにします。これで聞いてみましょう。随分印象は変わったはずです。ミキサーを出してミキシングしながらやっていこうと思います。はい、ベース強いですね。はい、ドラム上げます。はい、声ちょっと小さめです。声上げます。はい、アダー入れます。ラップベースのコード感をよく聞いてください。はい、僕の方は絶対音感があるわけではないので、完全に合ってるかとかいう判断はもっともっとじっくり聞かないとわからないです。それはコード分析が本当に正しいかということなんですが、スタジオ1のコード分析はかなり優秀ですので、今聞いている限りはそんなに大きな違和感がなかったように思います。このようにアレンジをしていくといいわけです。例えばここにストリングスをもう少し入れたいというふうに考えるとします。はい、一番下にエクスパンド2という音源を入れます。ストリング系の音を探してみます。このストリングスというところから選んでみましょう。鳴らしてみますね。ちょっとストリングスとは言い難いような音ですね。変えてみましょう。あ、悪くないですね。はい、一番ストリングらしいこれを入れたいと思います。それはどうしたらいいかというと、この先ほどのコードありますよね。このコードを下にも入れましょう。オルトを押しながら下に持ってくるとコピーすることができます。これでどんな風になったか聞いてみましょう。はい、ちょっと大きいですね。
下げます。大きいですね。はい、どうでしょうか。随分イメージが変わってきましたね。そうしましたら、今日最後のお話をしたいと思います。今回の新機能の中で、これもとっても便利な機能なんですが、曲全体のグローバルな音程をカラオケのプラス1、プラス2とかするようにですね、上げたり下げたりすることができるんです。それがこの右下の方にあります。トランスポーズと書いてあります。ここで、例えば、2下げてみましょう。はい。そうしましたら、各トラックで見てみると、ここに、グローバルトランスポーズに従うというふうになっています。これが、今はチェックが入っていません。これにチェックを入れます。ドラムはチェックは入ってほしくないですので、ドラムは音程が一定のままの方がいいです。そして、このその他はトランスポーズを行いたい。そうしまして、ここはまあミュートになっているのでいいですけれども、あとはボーカルですね。ボーカルもチェックを入れます。ベース、ここが問題です。ここでもし2下げてしまったら、先ほど見ましたように、ギリギリですね、C3 の位置にあった音があるんです。それがキースイッチの方に下がります。これ、ものすごく重要ですよ。キースイッチに入ってしまったら、音が全然変わってしまいます。ちょっともう一度、ここはゼロに戻します。このままではダメですので、まずこれをバラバラになってたら、ちょっと面倒なんで、G のキーでつなぎます。グルーというコマンドで一つに結合しました。これをもう一度見直します。そうしましたら、これをすべて選択します。そして1オクターブ上げておきます。シフトを押しながらキーボードの矢印の上側。そうすると、はい、こうやってオクターブ上がりました。この状態で2を下げるということにします。下げるときはキースイッチエリアとかに入らないかということを考えましょう。マイナス2とします。そうしまして、このベースですね。今はまだチェックが入っていません。ここでチェックを入れます。こうしましたら、正確にできるということになります。では、この状態で聞いてみましょう。マイナス2下がった状態です。ベースの音をしっかり聞いてください。コードの感覚がずれてないかということですね。はい、なかなかいいですね。ちょっとわかりやすいようにプラス2でやってみましょう。こんな簡単にカラオケのように
上げたり下げたりできるんです。今まではどうしてたかというと、一つ一つのトラックで音を上げたり下げたりしていたわけです。ですからキーを変えてなんて言うとですね、返事ははいと言いながら心の中ではおーんやるんかよって感じでですね、ちょっと面倒な部分があったわけです。じゃあ2個上げた分で聞いていただきましょう。誰もが変身する、魔女やドラキュラのうつて、キャストにもなった、何を見る見る、雲に子はそばにいる、ステーキを、はい、どうでしょうか。今回のスタジオワンの7という新バージョンはですね、スノー AI にはとっても便利、まあスノー AI というよりもう既存曲があった場合ですね、テンポを調べると言ったらとっても大変だし、ビートを合わすというのも難しいです。なぜならいわゆる前の小節を食ってですね、そしてリズムが取られたり、そういうようなものもありますので、なかなか初心者の人には判断がつきにくいわけです。そしてスタジオワンの真骨頂でもありますコードの分析ですね。そしてステムスプリッターで音を4つのパートに分けれるということです。コードを抽出するときにその他の楽器とですね、そしてベースなんかを一緒にしてですね、コードトラックに上げるとなおいい感じのコードが出るんではないかということです。このようにアレンジを加えるということをしましたら、元のスノでできた楽曲とは一味二味違うようなアレンジが加えられる、それがとっても便利になったということです。今までもスタジオワン6の方でもやっていました。でもテンポを出すのは大変だし、コードがややこしかったらですね、嫌になるし、コードが正確に出せるというのは、ボーカルやメロディーがない方がうまくいくんです。ですから、ステムを分けておきたいというのがあるんですね。そして、最後やりましたように、全体でキーを上げたり下げたりできる。こんな感じでですね、スタジオワン7は、スノー AI のためにできたんじゃないか。スノー AI でやればですね、楽曲というのはハイクオリティで即できます。約15秒で2つの曲ができるわけです。そして今までは勝手にできるというのを楽しくないな、やっぱりコツ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  DTM でやりたいなと言ってた人もいたんですけれども、2024年の夏ぐらいからはアップロード機能というのがついてですね、自分が考えたメロディーとか、もしくは伴奏、コード進行、それで楽曲が作れるようになっています。1年前に AI を見たから、ああ、まだまだだなと思ってやっていなかった人、その AI はもう週単位でアップデートをしています。今また新しく動画を別に出しますけれども、今は作ってある楽曲の歌詞、これを入れ替えることもできるようになっているんです。次の動画ではその辺のところを、僕がやっている Facebook グループのメンバーさんのミーさんもその機能の解説というのを作ってくれました。また僕の方でも補足でですね、さらに機能をわかりやすく説明はしますが、概略というのはミーさんが作ってくれましたので、明日か明後日にあげたいと思っています。では今日はスノー AI でできた楽曲をよりアップデートした音楽に仕上げるというのをチャレンジしてみました。それも今回発売になってほやほやのスタジオワン7DAW を検討している皆さんもぜひ参考にしていただくといいんではないかな、そんな風に思っています。ではご視聴ありがとうございました。またねー。